地震だ。ブルスク起きたら地震来たよ。モカ太郎の動画。はい、こんにちは、モカ太郎です。こちらの本格水冷なんだけどね、組み終わって1週間後にブルースクリーンが発生しました。だからね、デスクに座ってる時にこうパッてね、ブルースクリーンが来た時に、お久しぶりってこう友達みたいな感じで挨拶したんだけど、まあそんな中でね、 CPU とかクーラント液とか抜いてある状態でございます。でこれからね、直していくわけなんだけれども、原因はね、だいたい見当ついてるんだよね。あのメモリです、これ。メモリで、原因がメモリっていう根拠は何っていうと、ブルースクリーンになった時に、あの写真撮っとけばよかったんだけど、あまりにも久しぶりすぎてちょっとね、あのフリーズしてたんだよね、私が。フリーズしてたわけよ。そこにはね、Windows なんちゃらかんちゃらって英語が書いてあったんで、おそらく OS うんぬんだなっていうのはふと思ったんだよ。でね、 OS 一回あの私ぶっ壊したことがあるので、あ、だいたい OS が入っているストレージあたりなのかなって思って、 OS が入っているストレージ抜いて2号機にその OS が入ったストレージつけたら問題がなかったんだよね。だからまあ Windows は壊れてないと、ストレージも無事だと。で次に確認したのは、この ASRock のマザーボードのデバッグコード、 LED がついてるので、そこにね、4C だか C4 どっちか忘れたんだけど、確か 4C かな。でそれはあのだいたいメモリに対しての警告表示なのね。だからそのデバッグコードを確認した上で、あ、メモリだなっていう風に思ったわけなんだけど、その前に実は一番最初にこの本格水冷の電源をポチってつけた時に、あのね、 BIOS メニューでメモリが 16GB しか認識してなかったんだよね。これ 8GB 4枚の 32GB なわけだから、 16GB って言ったら2枚のメモリしか認識してなかったわけで、なんだろうなと思って、まあいじくり回してて 32GB 認識したんで、差しが甘かったのかなって思ってたんだけど、そういうちょっとした不安が積もりに積もった部品っていうのは私の中でメモリだったから、今回のブルースクリーンの原因はおそらくメモリなんだろうなっていうふうに思っているわけでございます。ちょっとわかりやすいようにメモリ外しちゃうね。はい、抜けました。はい、こちらのメモリね、これなんだけど、ちょっと一回全バラしたいんだよね。これね、一番最初に私このウォーターブロックにメモリをつけて挿したんだよね。だから今回はメモリを先にマザーボードに挿してからウォーターブロックはめようかなって思ってる。それなんでかっていうとね、4枚一気に挿すことによって、あの爪がね、パチ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 って全部締まりきらないような感じがしてね、むしろそれが正しい付け方だったのかもしれないね。だからね、本格水冷をするとこういうトラブルが起こった時に一つ一つやり直さなきゃいけないのよ。クーラント液抜いたりとか、配管外したりだとか、もちろん付け終わったらまたクーラント液入れるわけだから、エア抜きしないといけないし、そういう手間がね、すごくあーって今回思いました。あとね、クーラント液抜いたついでだから、気に入らないパイプちょっと加工し直そうかなって考えてます。ここと、あとこの水流系とフローインジケーターの位置逆にしようかなって思ってます。でメモリを付け直して、ちょっとメモリ診断しようかなと思って、でもしメモリに問題があるんだったら外して、水冷のメモリやめて、あの元々使っていたメモリを付けてあげようかなと思います。よし、はい、外し終わりました。じゃあね、これを1枚1枚付けていきます。でこの上からボタブロック付けていきます。よし、 OK。そしたらば、この水流系とフローインジケーター交換しちゃおう。はい、外せました。久しぶり。そしたらね、中に若干こうクーラント液入ってるから、これこぼれないように気をつけよう。うわやばい。はい、水流系テキスト完了。焦るよし、オッケー。こういうことだね。若干流量系の方が大きいから、ここパイプちょっとカットしていこう。よいしょ、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 よし、オッケー。うん、オッケー、できた。そしたらば、三連の GPU つけることできない配管してたから、ここの配管を奥目でこういくか。そうだね、そうしようか。モカ太郎の動画。はい、じゃあ作っていきます。
よし、だいたいできたから CPU つけよう。はい、ということで CPU 取り付けました。あとはね、ここのパイプをガチャンしてあげればあとはもう OK。 じゃあつけていきます。ちょっと待って、これはね、ちょっと待って、このパイプ使ってるんだけど、これ全体 500mm なのね、1本この長さ。これやっぱ足りないね。ぐにょんぐにょんしていくとやっぱ足りないね。ってことは 500mm 以上のパイプが必要になってくるね、これ。そういうことだよね。いやー、どうしたもんか、もう CPU つきちゃったしな。いやー、どうしたもん。まあ、とりあえずこう切ろうか。まあ、おそらくなんか奇跡起こると思うんだよね。ね、いつも通り奇跡起こると思うんだよ。ちょっと実験してみようか。できるかどうか。はい。これなら、どうだろう。これでとりあえず GPU は3連のやつつけれるようになったんだよね。せっかくだから3連のやつちょっとつけてみようか。RTX の2080つけていきます。うわぁ、重たいね。はい。おぉ、なんか、うわぁ、ファンの数すごいね、これ。はぁ。この RTX の2080の電源って、2、4、6や、8ピンなんだよね。で、これが、6ピンしかないので、あと2ピン増やします。あたたたたた。よっしゃー。よし、来た。これで、大体は大丈夫だね。はい、じゃあデスクの上に乗せていきましょう。はい、じゃあ行きますよ。大丈夫ですか？行きますよ。よいしょ。これ大丈夫かな？いけた？あ、いけた。いけたわ。はい、じゃあ、クーラント液入れていきます。よし。とりあえず満タンね。じゃあ、この状態でスイッチ入れちゃいます。せーの、よいしょ。わぁ。急げ。わぁわぁ、なんか出てる。なんか下から出てる。ちょ、ピピ言ってる、ピピ言ってる。ちょ待って、分かってる。漏れてるのは知ってるよ。ちょ、ピピやめて、すんげー漏れてる。下見て、うわー、上からも漏れてる。ちょ待って、待ちなさい。ちょ、上からも漏れてるよ。ちょ待って。どっから漏れてる。ここ。オッケー。おらい。落ち着け。ゆっくりやれば大丈夫。ゆっくりやれば大丈夫ですよ。ちょ待って。やばい。これ下見て。これ下も見て。大変だよ、これ。心臓に悪いんだよ、赤は。やめて。怖いから。君、もうちょっと優しく出てくれないかな。ビューは良くないよ。びっくりするよ、主が。主がびっくりするよ。ちょっと一回、電源切ろう。クーラント液なくなっちゃう。全然ポタポタじゃないじゃん。全然ザバーじゃん。見て、これ顔真っ赤っかだからね、今。よし、これでどうだ。これで漏れないんじゃないか。ちなみに君はなんで光らなかったんですか、君。これ。なんでですか。頼むよ、ほんとに。はい、じゃあ行きまーす。せーの、ポチッと。いけてる？みんな大丈夫？うわー、びっくりした。何ですか。あー、びっくりした。あー、なんか踏んだ。携帯だ。漏れ安心ですか？皆さん、ここ大丈夫。君もうやる気出た。君やる気ないね。 RGB どうしたんだい、君。なんか悩み事でもあるのかい。君はどっから来たんだい、君は。まあいいか。どこ？はい、じゃあメモリね。DDR4、8GB、2666、4枚とも認識してるね。CPU も OK、速度も OK、メモリ合計も OK。あ、ついたね。はい、じゃあ一応、メモリ診断、
始めました。はい、ということで今回はメモリの不具合直したら他のところも不具合になってなんかいろいろ直してパイプも直したという動画でございました。ご視聴いただきありがとうございました。